海賊ラジオレッズ力船はい、どうも、大野聖太郎です。俺たちのレッズ声、ピックアップ、えー、船出しましょう、えー。スマホの無料アプリラジオの聖太郎の海賊ラジオレッズ力船ラ舟、坂倉力の提供で、ラジオの方でお伝えしておりますが、その中には、数多くのレッズサポーターからの熱い意見が寄せられております。そして、この 俺たちのレッツ声ピックアップ船。こちらの方では、その中のお一人のご意見を、えー、一つ取り上げまして、皆さんに動画の YouTube の方で紹介していこうと思っております。で、今回は、ヨシミ A 級からお便りが届きました。まともにやドローに終わった FC 東京。先週船長から私が投稿した最後の人形、シャルクが 最後の歯車となって全てが噛み合ってくれることを祈りますという部分意見が合わないとお話をいただきましたが私も実はシャルクが入るとかそういう問題ではないのだろうなとは思っておりましたこうなるとなかなか抜け出せない問題なのだと思っていたので新戦力が入ることで噛み合ってくればそうなってくれたらいいのに という希望的なものでありました。やはり、簡単には、抜け出せなさそうですね。と、吉明急です。多分、そんなに大きな違いは、吉明急と私の間ではないと思うんですよ。ちょっとした言葉の、これこそ、あやですよね。何か、こう、もう一ついけそうなんだけれども、いけないという、 何とも言えない、悶々とした中で、シャルクという小さな新しい細胞が動き始めると、その他にいい影響を与えるんじゃないだろうかなっていうことを言いたかったんでしょよしめはがね。うん。私もそれは当然ながら期待しておりましたよ。でも私はそれだけでは済まないんじゃないかなと思ってるんです。今とんでもない ウラ列は抜本的な改革を繰り返し申し上げておりますが進めている最中なんだろうと思うんですよね。さらによしみ永久続けます。そしてキャスパーですが去年の恐ろしいぐらいのシュートの精度が今シーズンはないですよね。怪我の影響なのか精神的なものなのかキャスパーに去年の決定力があったならば FC 東京は、勝ち点3を取れていた試合だと思います。その通りですね。たらればが続くサイクルから抜け出したいですね。一勝したぐらいでは変わらないなぁと思うし、実際、ジュビロ岩田戦での解消も、その後も抜け出せなかったわけです。連勝が必要なのだと思います。ですから、 中2日で続く ACL で連勝して勢いつけて帰ってきてもらいましょう。という吉名中です。あのー、スマホの無料アプリの聖太郎の海賊ラジオ、こちらの方でも皆さんお聞きいただきたいんですけれども、寄せられたお便りの全員がタイの地で様々な要素を絡めて売られずは、 一皮向けて帰ってくるのではないだろうか。これはあくまでも希望的観測ではなくて、ここ3戦連続の引き分けなんだけれども、階段を上がっている手応えを感じているから、対に缶詰になって、みんなで共有意識を持って、裏列の方向をさらに確かめるための大衛性と思っているんでしょうね。 皆さん、語っている言葉、幾度、同じようなことを言ってますから、かなりこれ、核心に近いもんじゃないかなと思っております。私も必ず、そうなると思っております。さあ、日本時間夜11時、ACL、初戦キックオフ、シガポールのライオンスティーセーラーズ戦です。えー、その他のレッズクルーの熱いメッセージは、4月14日木曜の夜の、星タ郎の海賊ラジオ、レッズ力ぶれで、 もうスタートしておりますから、どうぞそちらをお聞きください。で、来週のアプリラジオ、海賊ラジオは4月21日の夜放送です。あの、スマホのアプリでダウンロードで聞くのも無料でありますから、どうぞ参加してください。で、公式戦の翌日に、この YouTube の動画、連動して特別無礼を執行しておりますから、どうぞこちらにも積極的に参加して、 レッズへの愛、高めていこうじゃありませんか。さあ、今夜、ああ、これから11時から、ACN の第一節です。シンガポール、ライオンシティセーラーズ。どういうチームなんでありましょうかね。リカルド・ロドリゲス監督にとっても初めてのアジアの舞台だし、これは世界に発信されます。スペインでのリカルドの評価にもつながると思います。頑張れ売られず。そして、 リカルトよ。また。レッズと共にあれ、涙の数だけ強くなる栄光と誇りのために、J リーグと弓を真っ赤に染めるレッズ大航海時代が始まりました。 チャンネル登録よろしくね